僕たちも出てくるの。昔昔、まだピクシーやドラゴンが人間と同じ世界に暮らしていた頃、虹の光を集めると願いが叶うという伝説がありました。あるものは虹を追いかけさすらい、あるものは魔法で虹を作り出そうとしました。そしてあるものたちは、踊り子、踊り子、ちょっと、好きだ。もう一回、もう一回、あ、もういいわよ。黒い魔女、そうだそうだ、黒い魔女とその仲間たちなんだぞ。あ、もうほら、この酔っ払い、やめろ。ピクシーたち、出ておいで。後でリンゴとミルクをあげるわ。ほらほら、いらっしゃい。さあ、人間たちよ、今からちょっとしたゲームをしましょう。これが解ければ褒美をあげる、解けなければ、あなたたちに明日はない。行くよ。このユニコーンと一緒に行くんだから。そんな、ねえねえ、ユニコーンってどこ、ね、どこ。ユニコーンって清らかな乙女と人間以外のものにしか見えないんだよ。なんでもありません、なんでもありません。その通り、この清らかな姫はもう私のもの。その時、私の角が2つに割れて、V 字型のアンテナに白いボディから赤いハハハスキー粒子の光がブワッブワッと、タララ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 ラ、タラタタラタラタ。さあ、どっからでもかかってきなさい。気がしない。シンさん、いらっしゃい。また宝石を見つけたから、たくさんアクセサリーを作っておいたよ。あと、頼まれてた武器の修理もできたよ。早いな、ドワーフくんの腕評判いいぜ。市場に持っていくとすぐに売り切れちまう。ほい、売り上げの半分のゴールドとお土産のお菓子。はい、お菓子お菓子。お前かわいいな、あっち行ってこうぜ。さあ、剣を構えなさい。いやー、戦士ってば本気の目してる。勇者が元召使いなのは知っている。しかし、魔法の剣に選ばれ勇者になったのは何かの運命。しかるべき時のために己を磨き続けなくては。逆らわない方がいいみたい。もうやる気になったな。さあ、来い。勇者、行きまーす。主人とばっかりイチャついちゃって。兄弟なんだからやきもち焼かなくたっていいだろう。踊り子さん落ち着いて、弟が愛しているのはあなただけだよ。すまなかったね、久しぶりに会ったものだから。可愛くて可愛くて、つい長話をしてしまって。やだな兄さん、俺も大人だし。私にとってはいつまでも可愛い弟さん。覚えているかい、雷が怖いから一緒に寝てほしいって。あ、やめてよお兄ちゃん、子供の頃の話だってば。もう紫の七色を一匹ずつだ。いるならこのお菓子で千年生きる魔女様の願いを叶えてはくれないだろうか。ただ一度に言っても先生わかりませんから。はいはいはい、そこの赤い人。魔女願う何？しまった、魔女の願い事聞くの忘れてた。あんた、ちょっと行かないで。あー、おや、魔女っ子に騎士、ちょうどいいところに。戦士にシーフ、やっと合流できましたな。勇者もドワーフもすぐにお腹が空いて戻ってくるだろう。じゃあみんな
ゃ一緒にご飯にしましょうか。ゴブリンたちよ、かかってこい。合体奥義ファンタジースピリットない会長をダガーで仕留めます。戦士、剣が届く範囲とぶった切ります。ドワーフ、仕留めた会長の羽を集めアクセサリーを作ります。ねえねえ、会長って食べられるの？とびっきりうまいやつがいるって噂だぜ。食べてみたい。ほら、おしゃべりは訓練が終了してからだ。一度レイ、ありがとうございました。ドワーフ君、戦士にシーフも勇者騎士に魔女っ子じゃないか。主人さん、弓使いさん、会いたかったよ。待たせたな、久しぶり。おう、さあ、ウィル・オービスポー。あ、もう集まってる。お、早速来た。ありがとうございます。ウィル・オービスポー、どんどん集めてくれ。名前を書くのを忘れずに。どんな悩みがあるんだ？何でもいいんですよ。今暑いとかお腹が減ったとか、そう何でもいいんです。それはあなたの願望かな。透けて見えましたか？透けて見えましたね。申し訳ない。どんな悩みも騎士が解決してくれる。任せておきたまえ。正直に書くんだぞ。お前たちは僕の友達だ。さあゲームをしよう。はい、私はマナ息子様の友達ですから。チェスがいい。それで勝ったら私にしっぺをしていいよ。はい、私はマナ息子様の友達ですからチェスをします。マナ息子様が勝ちます。しっぺをします。どうして？僕ズルはしないよ。真剣勝負だ。はい、私はマナ息子様の友達ですからマナ息子様には勝ちません。しっぺをされます。お前たちは僕のためにお母さんが魔法使い、もしかしてだが我々は道に迷っているのでは？白い塔の正面玄関側の道は安全と聞いていたのですが、どうやら危険な裏側に回ってしまったようで。巨人の視線がこっちを見てるのだけど。魔法使いよ、対処法は？そうですね。これはまずいのではないか？一か八かの接近戦。はい、早くエレキテルガン。なぞなぞ解かねば通さぬぞ。なぞなぞ解かねば通さぬぞだと？こんな場所では助けは期待できませんね。ここでまたまた謎解きタイム。謎かけモンスターのなぞなぞ解け。魔法使い得意分野だな。ペーパーパークルピックココエなんで？魔獣たちよ、協力を求む？答えが分かったら手を挙げるようにですって。みんなお願いね。どんな謎なぞかしら？見に行ってみようぜ。あのね、僕もね、一緒行こっか。混雑している場所にいる鳥はなんだ？あなたたちね、あなたたちが坊やに何か。違う、僕が、何でもない。言いなさい、溜めていた思いのすべてを。
なんだよ、まだウィル・オー・ウィスプがあんのか。行っちゃえば楽になるぜ。恐るるに足らずです。大丈夫だよ、こっちを見て。もっと甘えなさい。勇気出せ。泣いてもいいんですよ。私たちが受け止める。魔法書虹色ファントムだ。やったやったやった。